今年の3月半ばの話。高校の卒業式も終わり、大学の入学式までまだ数週間あり、暇だった俺と友人のヒロシが俺の家でダラダラと漫画を読んでいると、同じく友人の直樹から。車でどっかドライブ行かね?と電話があった。話によると、直樹の兄貴が長期出張に行くことになったらしく、その間車を借りれることになったので、どこか遠くへ深夜のドライブに行こうということらしい。俺たち二人はひたすら暇だったので、二つ返事でドライブに行くことにした。ただし、俺たちは免許を取ってから機会があればあちこちにドライブへ行きまくっていたので、地元の周辺はほぼ行き尽くしており、しばらく考えた末に、ひとまず高速に乗ってから、どこか適当な知らない場所で降りてそこから下道を進もう、ということになった。1時間半ほど高速を進んだあたりだろうか、山の中の人気のないインターチェンジが見えてきたので、そこを降りることにした。高速を降りると、予想に反してかなり整備された道だった。人家や店がないだけで街灯も多く、俺たちは雑談をしながらしばらくその山道を進んでいると、運転をしていた直樹が、あの横道入ってみないか?と提案してきた。その横道は今まで走ってきた道とは違いかなり狭く、街灯も何もなく少し不気味な感じがしたが、単調な広い道に飽きてきていた俺たちはその道を進むことにした。横道は予想以上に狭く、ところどころに木の枝が道まで突き出している場所などもあり、三人でなんか怖いな、などと話しながら進んでいたのだが、不意に後部座席にいたヒロシが、あれは、と何かを見つけたらしく止まってくれと言い出した。助手席にいた俺と、運転していた直樹は何も見ていなかったため、車を路肩に止めた後でヒロシに聞いてみると、一瞬だが林の中に女の人らしい人影を見たという。俺はヒロシが俺と直樹を脅かそうとしているのだと思い、またまた後茶化すように聞いたのだが、ヒロシは大真面目に。いや、マジだって、とりあえずちょっと引き返してみてくれよ。と真顔で言い出した。俺と直樹は、まあ乗せられてやるか的なノリで車を引き返し、ヒロシが女の人を見たという場所まで戻ると、さっき通った時は気づかなかったのだが、その場所には舗装されていない下り坂の横道があり、その先には真っ暗な林道が続いていた。直樹が、お前が女の人見たのってここか?と聞くと、ヒロシは、道があったのは気づかなかった。でも女の人は間違いなく見た。ほら、その先にちょっと大きい石あるだろ?あのあたり。というので、半信半疑のまま林道を下り、その場所まで行くことにした。石というか岩のあたりまで来ると、その場所は少し開けており、車を止めて降りてみたが周囲には誰もいない。俺はヒロシに誰もいねえじゃんと、はいはいそろそろネタバラシよろしく的に聞くと、ヒロシはちょっと切れ気味に。マジで見たんだって。と言い出した。仕方なく俺と直樹は岩のあたりを車のライトで照らしたりしていると、岩の裏側の下の方に何かが見えた。最初に直樹がそれに気づき、俺たちは岩の裏側へと回り込んだ。そこで俺たちは背筋に寒いものを感じた。岩の裏側に回ってみると、さっきまで気づかなかったのだが、女物のブーツの片足だけが落ちていた。俺が、もしかして自殺?と独り言のようにつぶやくと、直樹が、近くに車とかなかったぞ。どうやってこんなとこまで来るんだよ。置き去りにされたとかか?などとあだこうだ話していたのだが、ふと気づくとヒロシが全く会話に入ってこないことに気がついた。俺がヒロシに、お前はどう思う?と聞いたのだが、ヒロシは林の中の一点を凝視していて全く返事をしない。直樹が、ヒロシ?と聞くと、ヒロシは真っ青な顔で林の中を指さした。その方向を見てみると、背の低い木の枝や草が折り重なっていてよく見えないが、7、8メートルくらい先に明らかに人がいる。さらによく見てみると、女の人のようだ。歳は10代後半から20代前半くらい、服装も普通で何もおかしなところはない。強いて言えば、髪の毛が結構長いのだが、それが顔にかかっていて表情は全く読み取れない。直樹が、なんだ、やっぱ置き去りにされたんじゃね?かわいそうだから家まで送ってやるか。と林の中に足を踏み入れようとすると、ヒロシが、やめろ。と突然大きな声を出した。直樹はそれを意に介さず女の人を呼んだりしていたのだが、俺はその女の人がおかしいことに気がついた。髪の毛が前に垂れ下がっているから顔が見えないのかと思ったが、
そうではなかった。首が180度逆を向いていた。俺がそのことに気づいたとき、その女が直樹の呼び声に応えるかのように振り向いた。正確には背中をこちらに向けた。暗くて目は見えないが、その女の口元は微笑むように笑っている。さすがに直樹も女の異常な姿に気づいたらしく、三人ともしばらく黙ってしまった。というより動けなかった。沈黙していたのは10秒もなかったと思う。突然ヒロシが俺と直樹の手を掴んで車の方へ走り出した。ヒロシに引っ張られ走る俺は、なんとなく後ろを振り向いた。するとその女が微笑んだまま、後ろ歩きで草や木の枝をかき分けながらこちらへ向かってくるのが見えた。車に大急ぎで乗り込み、俺が、おい、追ってきてるぞと二人に言いながら岩の方を見たのだが、その女が見えない。俺は、あれ？追ってきてないのか？と少し安心していると、必死でエンジンをかけていた直樹が突然、うわぁ、と叫び声を上げた。直樹の方を見ると、運転席側の窓にマニキュアをした真っ白い手の甲が見えていて、それがゆらゆらと揺れている。ヒロシと俺は直樹に、早く車動かせよ、シャレになんねえよ、とせかし、直樹はものすごい勢いで車をバックさせて元来た道へ戻り始めた。林道から舗装されたさっきの道に戻り、俺とヒロシが林道の方を見てみたが、あの女は追ってきていない。少し落ち着いた俺たち三人はそれからほぼ無言だった。俺は何かあの女の話をすると現れそうで怖かったのだが、直樹とヒロシも同じ心境だったのだと思う。先ほど降りたインターチェンジから高速に乗り、そこで俺は、とにかく明るいところにいたいと、途中にあった結構大きいドライブインに入ることを二人に提案して、二人ともその方がいいと同意してくれた。ドライブインに入ると、時間はもう3時頃、人気はほとんどなく駐車場に仮眠中のトラックが数台止まっているだけだったが、俺たちは明るいところに来れたため、ほっとして急に緊張の糸が切れた。自販機で温かい飲み物を買い、ドライブイン内のベンチでみんな無言でおのおのに飲み物を飲んでいると、自販機のある通路の方から、ふふ、と女の人が笑う声が聞こえてきた。三人とも声に一瞬ビクッとしたが、まさかな。と三人で気のせいであることを確認するために自販機のある通路へと向かった。そこにはあの女がいた。体が正面を向いていたため顔は見えない。本来後頭部がある後ろ側から、ふふふ。とさっきの笑い声が聞こえてくる。俺たちはパニックになり反響欄で車に乗り込むと、そのまま猛スピードで車を飛ばし地元へ帰った。その後俺たちは各自進学し、俺は地元とは別の場所で一人暮らしを始めた。あれ以来、実害はないが時々あの女が視界の端に見える時がある。ヒロシと直樹とは今でもよく連絡を取り合うが、二人ともあの日のことは一切口に出さないため、二人にも同じものが見えているのかはわからない。俺はあの女が視界の端に見えるたびに、気のせいだと思うようにしている。